テレサ・ベルガンサ、テレサ・ベルガンサ・バルガスは、スペインの著名なメゾソプラの歌手。ロッシーに、モーツァルと、ビゼーのオペラの役柄がよく知られる。彼女は、その高度な歌唱技術と知性に富んだ音楽性、そして魅力的な舞台姿で称賛されている。ベルガンサは、マドリードに生まれ、同地のマドリード音楽院で、ピアノと声楽を学び、1954年に歌唱で一等賞を、 得ている。1955年にマドリードで初めての演奏会を開いた。ベルガンサは1957年にエクスアンプロバンス音楽祭でホジファン・チュッテのドラベラ役を歌ってオペラの初舞台を踏んだ。同年にミラノスカラザにデビューし、翌年グラインドボーン音楽祭にも登場した。 1959年にはロイヤルオペラハウスでセビリアのリハチ氏のロジーナ役を歌い、以後これは彼女の代表的な持ち役となった。1967年にはメトロポリタン歌劇場に出演してフィガロの結婚のケルビーの役を歌った。ベルガンサは1964年にカーネギーホールで歌曲リサイタルのデビューを果たした。彼女の演奏会の主要レパートリーは スペイン、フランス、ドイツ、ロシア、歌曲である。彼女は、ピアニストのフェリックス・ラビーリアと結婚し、多くの演奏会を開くとともに、多数のレコード録音を行った。1991年、ベルガンサは、他の6人のスペイン人の歌手とともに、アステュリアス交渉の芸術、文学部門で受賞した。1992年、彼女は、セビリア万国博覧会の開会式に参加し、さらに、 バルセロナオリンピックの開会式でも歌った。1994年にはスペイン王立芸術アカデミー会員に女性で初めて選出された。ありがとうございます。